はい、こんにちは。シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。お知らせが1点あります。それはですね、これもまた YouTube がきっかけだったんですけれども、ある会社さんとの提携が決まってですね、私の方から中学生向けの社会科の教材を提供するというのが決まりました。で、その会社さんを通じてですね、教育関係、学校と塾を合わせて約1000の教育団体で 実際子供たちに学んでもらうということになっています。まあ、やっぱり直接ね、あの子供たちの学力向上というのに貢献できるということで非常に喜んでいるというところです。はい。今回はですね、リーダーとはというテーマで考えてみたいというふうに思います。リーダーっていうのは、まあ、先に行って 導く人と、まあ、先導する,人ですよ、ね、先,導する先に行って導く人というのがリーダーということになるわけです。で日本人の約99%以上の人が、まあ、勘違いしているというか誤解してるのがですね、まあ、リーダーっていうのはこうみんなから好かれてる人のことっていうふうに まあ勘違いしている場合が多いんですけれども、実はあの、ね、みんなから好かれてるか嫌われてるかっていうのは全然関係ないんですね、もちろん好かれてるリーダーもいれば嫌われてるリーダーもあって、そのリーダーであるかどうかの物差しになってないんですね、その好かれてるかどうかっていうことはね、でそれはもうリーダーだけじゃなくて、そのマネージャーですよね、その誰かを管理する人の要件でさえないわけです。 そのリーダーとかマネージャーっていうのは、そのね、みんなと仲良くするために存在しているわけじゃなくて、何か共通の目的、ゴールに向かって、先に行く人がリーダーであり、ね、その中間にいて管理する人がマネージャーなわけなので、ね、みんなから好かれているかどうかっていうのは本当にどうでもいいことなんですよ。もちろん好かれているリーダーもいると思いますけど、嫌われているリーダーもいて、ね、どっちがいいのかっていうことじゃなくて、そもそも物差しじゃないっていうことなんですね。だから、そのね、 例えばリーダーというね、立場にいる人がですよ、その真ん中とか下の人たちから助かれるようなための言動とかってしてるっていうことであれば、もう明らかにね、その役割というか、もうその地位というのを勘違いしてるということが言えると思います。リーダーっていうのは先導する人であって、先に行って導く人なんですよね。それがリーダーというものになります。 では、そのリーダーになるための要件っていうのはどういった要件があるかっていうと、まあ、4つあるわけです、ね。先に行く必要があるわけですよ。他の人たちよりも先に行く必要があるわけだから、先に行くために4つの要件っていうのがあるわけですね。で1つは、現状をありのまま正確に把握しているってことです、ね。現状をありのまま正確に把握しているということですね。 でこれができている人っていうのが実は、ね、1%か下手すると0.1%の人しかいないんですよ、ねあの。ほとんどの人っていうのは、ね、現状ありのままの、ね、認識っていうのが非常に甘いんですね。こう自分都合というか自自、自分に都合のいい現状認識しかしないんですよね。まあ、自分はよくやれているっていうかね、ね自己満足っていうかね。そういう,こう現状認識で具体的なことを言うと数字で把握してないんですね、ほとんどの。 99%以上の人っていうのはね、なんとなくっていう感覚なんですよ。まあ、例えばものすごくわかりやすいので言えば、例えば体重とかね、今体重正確に何キロですかって言った時にね、パッて即答できる人っていうのは、毎日のように体重計に乗ってる人だけですよねで。自分の体重さえ把握してないわけなので、当然ね、お金とかもね、例えばね、収入がいくらで、支出がいくらで、毎月いくらがね、 あの貯金できていて、ね、累計の貯金っていうのがいくらあって、ね、逆に累計の借金っていうのがいくらあって、それは何月何日何日までに完済する予定みたいな、そういったこう数字で把握してる人っていうのはもう1%ぐらいしかいないんですよ。でそういう体重とかねあの、自分の家計とかっていうのも数字で、ね、現状ありのままを把握してないので、ましてその、ね、あの世界とか国とか、ね、もしくは会社全体。 ね、例えば自分が会社員であるって言った時にに、ね、じゃあ会社の、自分の会社の決算書とかね、1回でも見たことがあるのかということなんですよ、ね。自分の会社の決算書を見たことがないのであれば、自分の会社の現状ありのままを知らずに働いてるってことですよね。 一番目をクリアしてる人っていうのがもうね、最初から実は1%ぐらいしかいないんです。ほとんどの人はなんとなくは分かってるんですけど、正確には把握してないんですね。正確っていうのは数字で測定できるものなんです。体重だったら、まあ、例えばね、62.2キロみたいな感じですよね。 もしくはその毎月の支出っていうのは19万8325円ですみたいな感じですよで。そういう現状のありのままの正確な把握っていうのがまず最初の第一歩です、そこからしか、ね、な何事も始まらないわけですよ。現状、ね、まあ、例えば自分が、ね、地図を持っていて、ね、どこに行ったらいいのかっていう前にまずそもそもその地図のどこに自分がいるのかっていうのが分かってないと行きようがないわけですよね。 なんですけど、これがもう、はい、あのね、一番、一段階目をクリアできる人っていうのが、そもそも1%ぐらいの人しかいないと。だから、そのね、まあ、二段階目、三段階目、特に三段階目を、なかなか、 動けないということがあるんですね。で実は一番,だ一番最初が一番大事かもしれません。一番最初の現状ありのままの把握っていうのがね、自分に甘いとか自己満足の把握じゃなくて、本当に現状ありのまま一番厳しい状態っていうのを把握できたら、ね、2番、3番、4番っていうのはね、比較的スムーズにいきやすいんですね。 で 2, 2段階目っていうのは何かって言ったら、今度はね、大きな夢を描いている。要するに先、リーダーっていうのは、先に行く人だから、じゃあ、どこに行きたいのかっていうのを、絵として、地図として持ってる人なんですよね。今、ここにいますと。で、これからここに行きますということで、現在地とゴールっていうのをはっきりと知ってる人なんですよ。でこれだから、先に行くことができるわけですよね。だからその 理想のあるべき姿、未来のあるべき姿っていうのをしっかりと鮮明なこの絵として地図として、ここに自分は向かってますと。ここに我が社は向かってますと。ここにこの社会っていうのは向かってます。ここにここあの世界っていうのは向かってますっていうのが鮮明にこう見える人、描ける人っていうのがそのリーダーであるための2段階目の要件ということですよね。 1>, 1段階目は今ね、この地図において私は現在ここにいますというのが正確に把握できていると。で、2段階目はそのね、逆に現状のね、から全く関係なくて未来の理想のあるべき姿はここですと。で、現在地と目的地っていうのが決まるわけですよね。で、そして3段階目として行動を踏み出すということですよね。で2段階目の夢を描くとかっていうのはね、意外とやる人っていうのは多いんですよ。 ねまあ、それ相応のなんか教材とか、ね、セミナーとかっていうのもよく出てますよね夢を描くみたいなだから夢を描くっていうことをする人っていうのは意外と多いんですけど3段階目の、ね、実際じゃあ夢に向かって具体的な行動に一歩踏み出すということをする人っていうのはまたかなり少ないわけですでねなんで行動できないのかって言ったら実はねこれが最初に言った1段階目の現状認識が甘いからです あの現状のままでもまあいいかなっていう感じなんですよね、その例えばお風呂に入っててね、まあ、自分はね、あのあのお湯に入ってるとで、このお湯はね、もう少しあったかければいいんだけどな、少しぬるいな、でもまあね、あのもっとあったかければいいけど、まあ入ってられるなっていうような感じなわけですよ。 だから2段階目で、ね、いきなり、ね、現状を把握しないで夢を描いて、ね、あのじゃあ行動しようって言っても行動できないのはなんでかって言ったら危機感が足りないからなんですよね。ねあの結局ぬるま湯だから、ねまあ、別に行動に移さなくてもねっていうような感じなわけなんですよで。もし1段階目の現状ありのままの把握っていうのができているのであれば絶対3段階目は、ね、行動っていうのが移せるんですよね。 あのき基本その、ね、あのリーダーにが全員共通で持ってるっていうのは危機感です。ね、どんな実績がある人でも、ね、どんな成功者でも常に危機感っていうのは持ってます。なぜなら宇宙っていうのはありとあらゆるものが全て瞬間瞬間で変化し続けるので、ね、一回成功したからって言ってね、ねじゃあずっと自分が進化成長しなくても、ずっと成功し続けられるってことはないんですよ。宇宙の変化に合わせてね。 あの自分自身は常に変化させて進化し続けない限りは、ね、もう成功って言っても、ね、本当に一瞬とか一日とかで終わったりするものだっていうのがよく分かってるからだからまあすごく、ね、いつも危機感っていうのを持ってるわけですよだからその危機感ってどこから出てくるんですかって現状ありのままの把握ですよね今世界はどうなってる 今日本はどうなってる今うちの会社はどうなっていて、今自分はどうなってるっていうのを正確に把握してる。その正確っていうのは数字で把握してるってことですけれども、数字で把握してるからこそ、ね、あいや、これはね、このままではこの状態を保つことができないということで行動するわけです。ね、普通の人だったらね、ぬるま湯に入っててね、まあもうちょっと熱ければいいなって感じでね、例えば38度が39度になり、ね、39度が40度になり、40度が41度になり、 42度になり、みたいな感じで、ね、結局ね、お湯の中から抜けることができなくて、そのまま茹で返ってしまうということが起きるわけですけど、現状認識っていうのが正確にできてる人はね、もういきなりそのね、入ってるお湯っていうのが実はね、38度とかのぬるま湯じゃなくて、50度の熱湯だっていうことが気づけるので、だからもう絶対にね、そのお湯の中から、 飛び出よううという行動を取るわけですだから実は1段階目の現状ありのままの把握と2段あの3段階目の行動っていうのはもう密接に関連していて行動できないってことは実はねそれはねやる気の問題じゃなくて危機感が足りないんですよ、現状認識が甘いってことなんですね。今すぐ行動に移さないとこれは本当にねあの大変なことになるというのが分かっていれば必ず行動に移すわけです。 なので、1段階目が現状をありのままに正確に把握すると、2段階目はじゃあ自分がどこに行きたいのか、自分の会社をどこに導いていきたいのか、この社会をどういう方向に持っていきたいのかっていうね、そのあるべき姿っていうね、目的地っていうのを知っていると、ね、その目的地も必ず期限が入ってないとダメです。 何年何月何日までにここまでに行くと、期限が入ってない目標というのは絶対実現しませんので、基本的には期限が明確に決められた目標という目的地を知っていると、3段階目で実際にじゃ現状から目的地に向かうための実際に具体的な行動、第一歩というのを踏み出しているというのが3段階目ですね。 そして最後の4段階目っていうのは目的地までやりきる力ってことです、ね。実際に、ね、あの夢を、ね、夢として語ってたってしょうがないわけなんですよ。ね、自分は、ね、こんなことを考えてますとかね、こんなことがしてみたいんですとかって言っててもしょうがないわけですよね。もし夢を語るなら絶対それは実現する必要があるわけです。ね、なので、夢を、ね、実際にかたあの描いた であれば途中どんなことがあってもですよ途中どんなことがあっても必ずその夢を実現させるそのやりきる力というのが最後に4段階目の力としてリーダーには必要だということになるわけですでそのリーダーになる資質っていうのはじゃあ生まれつきの天性のものなのかっていうと実はそれは違うんですね これはもう明確に違うということが言えます、もうこれは科学的にね、えー、証明されていることなんですね。リーダーっていうのは、生まれつき、ねえー、なんかね、あの金備えているその資質じゃなくてですね、後天的に身につける習慣なんですね、実は。後天的に身につける習慣なんですよ。ね、だから今言った4つっていうのも、生まれた後に後天的に習慣として身につけていくってことができるんです。 例えば、1段階目で現状ありのままを把握するって言った時きに、まあ、例えばね、自分が毎日体重計に乗れば、自分の、ね、体のありのままっていうのは把握できますよね。毎日毎日体重計に乗って、毎日毎日自分の体重を見続ければ、少なくても1段階目は現状ありのままの把握っていうのが、例えばね、あの健康面ということであれば、それは把握できるわけですよで。習慣として把握するわけですよね。 それがお金だって言うんだったら毎日毎日1円単位で記録を取って自分で観察すればいいわけですよね。そしたらもうお金の現状のありのままっていうのは正確に把握できるわけです。ね、で、2段階目で夢を描くって言った時に、じゃあ1回ね、夢を描いたというのであればそれは毎日確認するべきなんですよ。ね、自分はここに行きたい。自分はここに行きたい。自分はここに行きたい。ということで毎日確認する。で、それも習慣なんですよね。 で3段階目の行動っていうのも、これも習慣で、やっぱり毎日何らか夢に一歩でも半歩でも近づく行動っていうのを常に取り続けていたら、その習慣っていうのが結局ね、確実に夢、ゴールの方に近づいていく力になるわけです。行動っていうのは力があるので、毎日ね、本当に一歩でも半歩でも夢の方に夢の方にこう近づくような具体的な行動っていうのを取っているのであれば、ね、あの、行動が習慣となっていくわけですよね。 現状を毎日確認して、夢を毎日確認して、そして夢の方に毎日近づく具体的な行動を取り続ければ、まああとはもう夢が叶うまで絶対夢をね、変えない、下げないっていうことをすれば、まああとは全、ね、必ず。 ですよねあとはね、途中で自分がね思った通りじゃなくても、ね、全然、例えばね、3週間、3ヶ月、全然目に見えた結果が出なくても、まあ普通は出ないのが当たり前なんですけどね、ねあの3週間、3ヶ月出なくてもね、逆にむしろマイナスの方に触れたとしてもね、まあ、それも全然当たり前なんですけどね、ねそれでも絶対にね、この夢っていうのは、もう1回描いたからには必ず達成させると、途中ね、3週間、3ヶ月、全然ね、目に見える変化がなくても、逆にマイナスの方向に,ここにね、逆にやら なければよかったっていうことが起きたとしても必ず実現させるということをやっていれば、ね、結局、このリーダーっていうのを習慣として身につけるリーダーになるための必要な知識必要なスキルっていうのを身につけていくっていうことができるわけですそしてねあとはリーダーって言ったらねあの3段階で進化していくんですねまずはとにかく自分が自分のリーダーであるということです自自分自身の考え方 言葉遣い、行動というものをしっかりと導けるようになるというのが一番最初のリーダーになります。一番最初の単位でのリーダー。まずは自分が自分のリーダーであるということですよね。自分が自分の考え方、言葉遣い、行動というのをしっかりと ね、先導することができる、導くことができる、さっきの例で言えば、自分は自分の現状ありのままを正確に把握していて、ちょっと、ね、しつこいんですけど、本当にこれが、ね、あの甘い人が多いです、ね、自分に甘いんですよねで、他人に厳しいんです、本当にそれを逆転させた方がいいと思うんですけど、ね、他人に持っている厳しさっていうのを自分に持てる人っていうのが、そもそも1%ぐらいしかいないです。 なのでとにかく自分に対して、ね、どこまで厳しく現状ありのまま、ば、ねね、体重って言ったら、ねうん、最近はかってないですけど何キロぐらいじゃないでしょうかっていう人が圧倒的に多いのでとにかく毎日、ね、あの現状ありのままを数字として、ね、数字っていうのは感情が入ってませんから、ね、あの体重計が何キロっていうんだったら何キロだし、ね、今、そのお金っていうのが、ね、家計簿で見たときにいくらっていうんだったらもういくらですよね。 その規模関係なく、ね、やっぱ現状ありのままを正確に、ね、感情の入っていない数字としてこう見ることができる力っていうのがもうリーダーとしては絶対大事なので、まずは自分が自分のリーダーであるっていうんだったら、健康面は健康面で自分のありのままをしっかりと知っているということです、でお金であればお金のありのままを、ね、正確に数字としてしっかりと知っているということがすごく大事になります。 そして、それで今度は自分自身の夢ですよね。まずは最初はそこからスタートしていいわけですよ。ね、自分が、ね、お金持ちになったらこういったことをしたいとか、こういったことを持ちたいとか、ね、自分が成功できたらこういうことをしたいとか、こんなことをやってみたいとかっていう、まあ、自分の夢を描くと。そして実際、夢に向かって具体的に行動を始めていると、ね。 まず動き始めているということ、そして最後は途中どんなことがあっても、ね、それは30年かかっても20年かかっても10年かかっても絶対に、ね、1回描いた夢だから、ね、必ず成し遂げると、必ず実現させると、この4つを自分自身に対してまずできるようになるっていうのがそのリーダーとしての一番最初になります。でそれができるようになったら 次は2段階目として、今度は人を導くっていうリーダーになるんですね。これ1段階目ができない人は絶対2段階目はできません。ね、自分が自分をリードできないのに他人をリードできるってことは絶対ないんですよ、ね。自分が自分を先導できて初めて他人を先導できるようになるわけです。でそうしたときに今度は、ね、自分が自分を一生懸命リードしている間にね、その自分のやっぱり周囲に人間関係があるわけですよね。 それはこう実,実世界の、ね、オフラインの世界でもありし、ね、仮想のオンラインの世界、インターネットの世界でも両方どっちでもあるわけですけれども、やっぱり自分の周囲には人がいるわけですよ。だから自分自身が自分のリーダーであったら、必ず周りの、ね、人に、ね、こう影響っていうのを与え始めるわけですよね。あの人はどん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 目標を達成させているとか。 どん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 夢を叶えてるってことであればやっぱり周りの人からすると気になるしねあのその人たちに何らかのね考え方なり刺激なりっていうことで影響を与え始めるわけですなので自分が自分のリーダーであるってことに集中していた結果結果的にこう2段階目として人に対して影響を与え始めるそして他人に対してのリーダー例えば家族に,家族にとっての自分がリーダーとかね会社組織にとっての自分のリーダーがリーダーとか もしかしてその地域活動においての自分がリーダーということで、ちょっとね、人にも影響を与え始めるということが出てくるわけです。なので、最初は自分が自分のリーダーであって、そして次は他人にとって家族でのリーダー、会社組織でのリーダー、地域活動でのリーダーっていう形で、ちょっと自分の影響力っていうのが少しこう広がっていくわけですよね。そして最後の3段階目としては、今度は社会変革のリーダーですよね。まさに世界を変えるとか、国を変えるとかね。 地方公共団体を変えるとかそういう社会変革型のリーダーという形になっていくわけです要するにやることは同じなんですけれども影響力どれぐらい影響を及ぼすかというその影響力だけがこう変わっていくという感じなわけですでなのでとにかく、ね、何をするにおいても一番最初というのが一番大事で、ね、ステップにおいても現状ありのままの把握というのが一番大事 そしてリーダーとしての,そのね進化にとっても、まずは自分が自分のとにとってのリーダーであるということが一番大事になってきます。でね、一番典型的で分かりやすいのは、やっぱり、ね、あのインドのガンディーだと思うんですよね。まあ、彼が一番ね分かりやすい、ね、あの社会変革型リーダーだと思うんですけれども、まあ、彼は結局です、ね、この4つの,、ね、あのステップっていうのを踏んだんですよね、もうまさに踏んだわけです。 1一段階目は現状ありのままの把握ですよね。これは当時や、ね、インドという国は大英帝国という世界最強のまあ国にまあ植民地の支配されていて、まあ、彼自身、ガンディ自身も、ね、若い頃にまあすごい差別というのを受けたわけですよね。要するに白人による黒人差別というのを受けて、ね、あの同じ人間なのにまともに、ねえー、列車に乗せてもらえないとかね、露,露骨に。 嫌がらせを受けるとか差別を受けるということを体験したわけです。でそれが現状のアルバがままの把握だったわけですよね。で、当然ガンディも理想のあるべき姿っていうのを描いたわけです。もちろんそのインド独立ですよね。大英帝国の支配からインドを解放するという夢を描いたわけです。じゃあその時にね、ガンディっていうのはね、何を持ってたんですかって言ったら何も持ってなかったわけですよ。があったわけでもない。 大量のものを持ってたわけでもない。もちろんお金も持ってないわけですよね。何にも持ってないわけです。しかし、現状はありのままに把握していて、そして未来のあるべき姿っていうのも見えていたわけです。で、彼はじゃあ3段階目でね。グッド行動として何をやったかっていうことなんですよね？何をじゃあやったんですか？って言ったときにね。 インドを、ね、植民地から解放したいっていう夢を描いた人は多分当時のインドでも、ね、何億人っていたはずなんですよ。でも実際の行動に移すことができたのはイン,ドインドの中ではガンディが初めてだったんですね。最初に行動を起こしたのがガンディだったわけです。じゃあ彼は一体何をしたんですかっていうことなんですけど、彼は、ね、歩き始めたんですよ。歩いたんです。そそれが彼が彼できるその、の ね、人脈もない、物も持ってない、お金も持ってないガンディができたインド独立に向けての最初の第一歩だったんですよね、まさに第一歩だったわけです。で普通ね、今ね、あの頭がいい日本人だったらね、そういう、ね、具体的な行動を取る前にね、まずは考え始めちゃうんですよ、ね、歩いてどうするんですかとかね、何のために歩くんですかとかね。 ね、あ歩いてねインド独立に何かつながるんですかみたいなことを考えてね実際、歩き出さないわけですけど、ね、ガンディーは歩き始めたんですよ。な、ね、何でら歩いたかっていうと、ね、インドを大英帝国から解放したいと、ね、植民地の支配から解放したいと。そうした時に インドの人たちがね、この国が自分のものだっていうのをこう忘れ去ろうとしてたんですよね。その大英帝国の支配っていうのがずっと長年続いてたので、この国はインド人のものだっていうのをだん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 みんなの認識っていうのが薄れてきてたわけなんですよ。でそれを何とかしようっていうふうにまずは考えたわけです。なのでね、ガンディはね、あのインド洋ですよね。要するに海です。インド洋という海にまだインドという名前が残ってるから。 インド洋に歩いていくことで、誰かがこの国はインドのものなんだと、もともとこれはインド人のものなんだというのを思い出すきっかけを作ろうと思ったわけですね、だから数百キロ離れたインド洋まで、ね、彼は歩き始めたわけですよ、それが本当に彼が取った最初の第一歩だったわけです。 で頭がいいね私たち現代人だったらね、ねそんなねインド洋なんかに歩いていってね、ねだから何なんですかみたいな、ね、その何の役に立つんですかとかね、ねそのインド洋にたどり着いたとして、それがインド独立にどれぐらい影響があるんですかとかね、ねそもそもどうやってインドまで行くんですかとかね、ねそんな何百キロも歩いたら疲れるんじゃないですかとかってね、ね結局やりもしないでねひたすらね頭で考えたり、評論したり、議論したりするわけですけど、ガンディーが,、ね、がリーダーとなり得たのは、それで考えるのではなくて、実際にあ 歩いいたととうことなわけです。で結果ね、まあ、数百キロ歩き渡って、ね、あのガンディーがインド洋にたどり着いた時ですよ、ね、ガンディーの後ろには20万人の人が後ろを歩いていたとで彼はガンディーはまさにリーダーというふうになったわけですよねなのでガンディーの名言っていうのが出たわけですねあなたがやることは全て取りに足らないと しかし、その取るに足らないことを実際にやることが大切とあなたがやることはすべて取るに足らないとしかし、その取るに足らないことを実際にやることが大事とだからガンディにとってその、ね、あの大英帝国による白人が黒人を差別すると同じ人間なのに、ね、あのまともに、ね、列車にも乗せてもらえないというのはあまりにもおかしいという。そのね 現状認識と激しい怒りと、ね、あの情熱とですよ、ね、危機感ですよね、このままインドが大英帝国に支配され続けてたらインド人はこの国が、ね、インドのものだったっていうことを完全に忘れ去ってしまうっていうそういうい強い危機感のもと実際は歩くという具体的な行動を取ったわけです。なのでリーダーっていうのは結局、ね、そういう、ね、先に行く人なんですよ、とにかく。 先に行って結果を出す人なんです、それがリーダーなんです、そしてまずね、普通人はリーダーって言ったら、ね、最後の社会変革型リーダーっていうのを思い描くわけですけど、いきなり社会変革型リーダーにはなれません、ね、いきなり社会変革型リーダーにはなれないんです、まずはその一歩手前の組織のリーダーですよね。 例えば家族でのリーダーもしくは会社組織でのリーダーもしくは地域活動でのリーダーになる必要があるしその本当の意味で家族を引っ張れるリーダーもしくは会社組織を引っ張れるリーダーもしくはその社会地域 あ地,域地域をっ引っ張ることができる、地域活動を引っ張ることができるリーダーになるためには、まずは自分自身をリードできるようになると、自分自身の考え方、言葉遣い、行動っていうのをしっかりと責任を持って先導することができるようになるってことが大事なんです。なので、本当に、ね、偉大な業績っていうのは、いずれにしても最初の第一歩っていうのは本当に小さいんですよ。自分が自分自身をリードできるようになる。 そのために自分が自分自身をしっかりと現状ありのままを、ね、把握する、ね、もう本当に繰り返しでしつこ,くしつこいですけどこの、ね、現状認識が、ね、甘い人が多いです、ね、自分に甘いとにかく。ね あの自分なりに真面目にやってますっていうね自己満足っていう基準になっている人が本当に多いのでもし健康っていうならば、ね、自分が、ね、体重何キロなのかっていうのは絶対、ね、ありのままを正確に把握するってことが大事でそっからしか始まらないです、ね、もしお金っていうんだったら、ね、少なくても自分がお金を何に使ってるのかっていうのをね1円単位で正確に把握してるってそっからしかまず始まらないんですよ、ねそれを始まあの。それを始めたら、ね、自分の、ね 今の健康状態、もしくはお金の使い方っていうのが、ね、どれぐらいこう、ね、危機的状況なのかっていうのが分かってきます、ね、それができるようになって初めて、ね、会社の決算書が読めるようになったり、もしくは国の財政状況が見えたり、もしくは世界の財政状況が見えたり、もしくは日本の人口の動き、世界の人口の動きっていうのが見えるようになっていくんですよ、まずは全部、ね、一番最小単位は1人の個人なので、1人の個人が自分が自分のリーダーとなる。 そしてその自分が自分のリーダーとなるためにはまずは自分自身の現状ありのままを正確に把握するということが大事です。そこで厳しい自己認識。ねあの その,ままの現実の数字から厳しい自己認識、本当に他人に対してねあの持ってるような厳しい目っていうのを自分自身に持てるようになったらそっから始まっていきます、その危機感っていうのが強ければ強いほど絶対に行動に生み出すんですよ、行動しない人っていうのは現状認識が甘いから、もっとねあの今のぬるま湯はねあんまり気に入ってないけどもう少しこうだったらいいなとは思うけどって言いながらね1年たち、3年たち、5年たちっていうことをやってしまうわけです。だから まずは自分が自分自身のリーダーであるということそのためには今の現状あり,がありのままを、ね、感情の入らない数字で正確に把握するということそして他人に対して持っている厳しい目で自分自身を、ね、観察し分析することということです。 でそこに対して強い危機感を持ち危機意識を持ちいやこのままでは、ね、自分自身は幸せになれないとか成功できないとか自分が愛する人を守ることができないとか、ね、あの自分は、ね、結局、一生のうちに1回も社会に何の貢献をすることもなく一生が終わってしまうとかそういう、ね、正当な当たり前の危機強い危機感というのを持った上でで、ね、じゃあ、ね、この状態は良くないと、ね、これは絶対に変えないといけない変革しないといけないと。 ね、じゃあ、どこに行きたいのかじゃあそのためにできる今日できる具体的な第一歩は何なのかそして途中、ね、3週間、3ヶ月、3年途中どんなことがあっても絶対に1回設定した夢っていうのを変えることなく下げることなく最後までやりきると。 いうことです。これはすべて習慣によって習得できる知識であり技術なのでそれを一通り全部やりきっていくんですそうすると生まれながらの自分の性格とか性質とか資質とか何の関係もなく誰しもが真のリーダー 本当のリーダーダとととなっていくといくうことですそれが自分自身にできるようになり、ね、家族組織でできるようになり会社組織でできるようになり地域組織でできるようになりそしてやがて社会変革型の本当のリーダーになっていくんだということですね。ねリーダーというのは、ね、あのとにかく先に行く人で結果を出せる人目標を実際に実現してみせる人、ね、夢を叶えることができる人それがリーダーなんだと。 ねその後ろにね何人の人が突きし従っているかではなくてまずは自分自身が自分に対してしっかりと結果を出せるような人間になるということが一番大事なんだというお話ですはい今回のお話がですねあなたのお役に立ったということであればぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいですチャンネル登録もよろしくお願いいたします最後までご視聴くださり感謝していますありがとうございます白坂慎太郎でしたそれではまた。